はい、こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望のティファと決闘し、新ガチャ引くべきか、性能評価。はい、ということでね、いつも通りこちらの新武器の評価早速していきたいなと思います。で、今回ティファはもちろんそうなんですけど、ケットシーがね、新しい武器というかキャラ自体が初めてということになっていたりとか、あとね、今までなかった効果内容としてヘイストとか、それからクリティカルダメージアップとか、そういったね、新しい性能というかそういうものが増えているので、ちょっと今回すごく語る量多いので、特にケットシーのところでね、ウェアとかのクリダメアップとかダメージの期待値とかその辺の話までしちゃうので、めちゃくちゃ長いと思うので、その辺の別にクリダメの期待値とかそんなんどうでもいいんだよ、とりあえず引くべきかどうかさえ教えてくれっていう人はもう最後まで飛ばしてください。最後にまとめ書いとくんで、あのしっかりね、その辺もちょっと期待値とかちょっと聞いてみたいとかっていう人は、まあ、長い話になると思うんですよ。ちょっと聞いてください、このままね。はい、ということでじっくりお話ししていきたいなと思います。まずティファから、はい、こちらティファのバニーグローブ、敵単体に 850% の水属性魔法ダメージ、さらに自身の HP が 50% 以上の時、自身の魔法攻撃力をショーアップ、効果時間35秒、延長時プラス7、大段階まで効果上昇可能ということになってます。これがですね、今のこの倍率で見れば単体水魔法の中では最強というか、単体水魔法がこれしかないので、もう完全に唯一無二の性能ということになっております。で、これが、まあ、水魔法としてはね、最強だよねって、この1月水準、1月の正月とかのクラウドのね、カラギリフレが 850% でした。で、カラギリフレがそのまあ、単純に追加効果とかもなく、単純に 850% の炎属性物理ダメージだったところに、今回のこのティファについては HP50% 以上だったらバフがつくよと、殴るたびにしかも小アップから小中大と上がってくっていうことで、もう完全に既存の単体属性武器の完全上位互換になっているということなんだよね。恐ろしいよね。でもハーフアニバーサリーの武器どうだったのって振り返ってみると、ハーフアニバーサリーの武器については、まあ、同じ水属性の武器で言うとグレンのこのストリームグレイブがあったよね。これが敵単体に 900% の水属性物理ダメージなんですよ。なので、まあ、単純にそのバフがかかってない状態だったらこっちの方が強いけど、2回目以降バフがかかった状態、物理ぶっ壊アップ小1.1 倍がかかった時点でもうこのストリームグレイブの倍率超えてくるんで、って考えると結構やばいよね。だから2回目以降ぶっ壊バフが小でもかかった以降は 935% ってことか。違う計算が合ってるか、 935% かの倍率になるっていうことだよね。で、2回目以降はさらに倍率も上がってくっていうことになるんで、って考えるとグレンにぶっ壊バフをかけない前提だったらグレンよりも強いんだよね。もうハーフアニバーサリーを超えてきちゃってる、早速インフレがすごいっていうことなんで、あの物理も魔法も関係なく言うんであれば、もう最強の水属性武器っていう言い方もできる。まあ、水魔法自体が今回初ということになりますので、今後また水弱点でかつ物理耐性の敵が来た場合、完全に人権武器になるよね。あれ、グレンよりダメージ全然違うんですかみたいな、グレンの2倍ぐらいダメージ変わってきちゃうんですけどみたいなパターンもありえるので、全然今後の例えば強敵襲来で水魔法弱点物理耐性持ちだよみたいな敵が来た時、グレンの武器しかない人とティファの武器ウェアまでちゃんと引いてたよって人だと圧倒的差が出てきちゃうと思うんだよね。そうなってくると多分まあ一番難易度の高いところ EX2 とか EX2 とか出てきた時に勝てる勝てないの差が出てきちゃうかもしれない。これはあくまで憶測でしかないけどね、そうなったらって話ですけどね。
まあそんな感じなんで、まあこの明らかにもう圧倒的にその単体武器としても強いんで、魔法とか物理関係なくね、単純に 強武器というか今の現状の最強クラスの武器なので引いて損なしだとは思う。はい。ただ問題は相方だよね。グレンに関しては今までももうあのマリタイムソードとか、それからルティアのサーペントイーターとか、水属性の単体物理攻撃系のものが存在したりとか、あと仏鉱バフとかね、そういったものも存在しているんで、まあ、特に、相方に困ることみたいなことは全然なかったんだよね。でしかもグレイに関しては味方全体の仏鉱バフっていう、まあ、唯一無二のライズアビリティも持っていたので非常に、物理編成する上では強力だったんですが、ティファに関してはそういったものがない味方全体の魔法アップ、まああるけど、例えばザックスが、炎属性だったりちょっと噛み合わなかったりするん でそこでじゃあ相方誰なのって考えた時に出てくるのが、今回新たに追加されたケット氏が、今回その完全なる相方になるわけ。まあこの後お話ししますが、ケット氏の今回新しく追加されるこのフラワーベースが魔法バフなんだよね。だからティファの魔法をアップしつつ、さらに新しくこのケットシーの新しい武器、これグリーンメガホン、これがですね水耐性ダウンついてるんだよね。 HP50% 以上の時さらに敵単体に水魔法ダメージっていうことになってるんで、まあこれこの間出たルティアの武器と似てるんですけど、はい、こちらついてるんで、これがもうティファの最大の相方になります。フラワーベースとグリーンメガホンを装備したケット氏、それからメインアタッカーのティファ、あとは、まあ、ヒーラーなり、魔法デバッファーでも入れてくれればもう完全に強いよねっていう感じになるから、もう今回はティファとケット氏がセットになってると考えていただければいいんじゃないかなと思ってます。完全にもう使いこなすっていう意味で言えばね、もちろんこのティファ単体でもいいと思うけど、ちゃんと水魔法として運用していきたいっていうんだったらケットシーンもセットです。はい。であとライズアビーの話では、魔法アッププラス46ポイント、それから水属性威力アッププラス26ポイントということになってます。これも当然ながらガチャ武器としては初の組み合わせになってます。これ一応ハーフアニバーサリーの時の配布武器がこの組み合わせだったんだよね。だからあれが伏線になってると思っていいんだけど、だから現状のこのティファの最高のサブ武器は何気に配布武器が結構使えたりするんで、そういった意味ではちょっと無課金税とか美課金税の方にも、まあ、優しい仕様にはなってるかな。ただあくまで配布武器だから配布武器のポイント数って相当低いからね、なんか他のガチガチのライズアビで固められる属性とかと比べるとまあ弱みになっちゃうよね、総合力で見たらどうしても。なんで、今後また他の、武器種でこの同じカテゴリーのものが増えてくれば、まあ、強くなってくるかもしれないので、ちょっとね難点そこだよね。魔法武器はあんまりまだ数が揃っていないので、物理ほど総合ダメージ出るかって言ったら負けちゃうと思うんだよね。しっかりライズアビ組んだ物理編成と頑張って組んだ魔法編成だとどうしても物理の方が強くなってくると思うので、まあ今後見越してってことになるよね。今後なんか本当にさっきから言ってる通り物理耐性の敵が、まあ、今後はもっと明確になってくると思うんだよね。こいつは物理耐性持ち、あいつは魔法耐性持ちみたいな感じになってくると思うので、そうなってきた時のためにまあ確保しておく、まあ、少なくとも今完全に嫁る必要はないけど、ウェアまで取っておくとかね、ウェアだけは取っておくとか、そういったことにはなってくるんじゃないかなって思うので、うん、まあこのライズアビ構成的にはもう間違いなく最強です。魔法の属性武器の中としては最高峰の組み合わせと言っていいと思いますね。はい。なんで、まあこれは間違いなく強い。であとサポートマテリア、こちら X サインブーストついてます。これはまあ汎用性は高いね。仮にこの水属性弱点の敵じゃなかったとしても X サイン破壊目的で装備させることも全然できると思うし、今後またティファにね別の魔法の属性の武器が出てきて、でも敵が
例えば雷弱点でティファに雷魔法の武器メイン武器に装備させて X サインでこのバニーグローブ装備させて魔法アップの部分と X サインブーストの部分だけ使うみたいな運用もできなくはないので、まあ汎用性は高いと言っていいでしょう。サポートマテリアも優秀です。はい、という感じかな。であとはウェア、こちら魔法アビ威力アップと水神の奥義水属性アビのダメージプラス 35% 強力だね。今回というか前回の、ガチャからこのウェアの組み合わせがになったけど、まあこれ非常に優秀ですね。この間のエアリスの時とかも言ったけど、魔法アビ威力アップ自体がまだすごく希少なので、数がとにかく少ないのでウェアでか、カバーできるっていうのは非常にでかいと思う。魔法アビ威力アップ自体はもうね、めちゃめちゃ強いっていうのは周知の通りかなと思うので、これを強化できるのはかなり強い。でなおかつ水神の奥義でダメージプラス 35% 非常に助かります。強力です。これ他の武器のライズアビとは別でね、独立してるんで非常に強力ですね。これがあるかどうかの差でダメージが 35% 分変わってきちゃうのでって考えると強力だよね。はい、これは必ず今回の、ティファを使う上では必ず取ってください。まあでもこれもう見た目的な意味で取る人多いだろうけどね、性能とか関係なく取る人多そうだけど、これは必ず取った方がいい。単純にまあティファに別に興味なかったとしても性能的な意味でも最強クラス、まあ、見た目的な意味でも最強クラスだしこれは取らない理由がないと思うので、これはぜひね取ってほしいなと思います。はい、ということで本題のケットシーの話になってくるんですが、今回の新しいケットシーの武器は味方単体の魔光を大アップ、効果時間38秒効果延長時プラス12秒大段階まで効果上昇可能ということで、まあもともと大段階なんでこれ効果延長はただ時間が伸びるだけなんですが、あとさらに味方単体にリジェネを付与、効果時間15秒、味方単体の注力 13% 分回復、さらに 20% の確率で味方単体にヘイストを付与、効果時間20秒、効果時間延長時プラス5秒ということになっております。まあ、これをどう評価するかなんだけど、既存の魔鋼バフ系の武器あるよね、あらゆる魔鋼バフ系の武器の完全上位互換です。これがなんでかっていうと、この今のこのフラワーベースの効果内容を覚えておいてほしいんですけど、他に使えるキャラいるよね、魔鋼バフ。例えばバレットのこのマイクロレーザーフェイスストロング、これ味方単体の魔鋼大アップ、それからリジェネ付与、治癒力 13% 分回復ってついてるよね。で皆さんお分かりですか、ケットシーのフラワーベースに関してはさらにこの効果プラスヘイストがついてる 20% の確率でってことになってるから、既存武器の完全上位互換、もう環境が変わったと言っていい。ケットシーしかこのヘイストできないのでっていうところになってくるんで、まあ評価の方法としては要はこのヘイストがどう強いかどうかっていうところになってくるよね。でこのそもそもヘイストってどういう効果なのっていうと、ハーフアニバーサリーの時に初めて実装されました敵が使ってくるやつね、あれで ATB ゲージの速度が上がるってやつなんだよね。だから、例えば20秒間中の ATB 速度が上がるんで、今まで、例えばその20秒間中4回攻撃できたとする、例としてね4回攻撃できてたものがヘイストを付与することによって4回攻撃が5回攻撃できるようになったみたいな、そんなイメージでいいと思う。だから単位時間あたりの攻撃回数が増える、まあ DPS が増えるみたいな感じでいいのかな、つまりってことだから、単純にその4回攻撃が5回攻撃になるんだから火力が上がるっていう言い方もできるよね。なんで普通のただの仏甲バフとか魔甲バフで補えない部分、攻撃回数がそもそも増えちゃうよっていうとんでもない、まあ、バフではあるんですよ。だからヘイスト自体はもうぶっ壊れと言っていいぐらい強いと思う。めちゃめちゃ強い、やばい。でも問題は 20% の確率っていう部分、だから5回に1回しかこれが発動してくんないっていうところ、しかも20秒間しか持続しない、これ貫突時ね、貫突時20秒、まあバフデバフ時間延長とかあるんで、そうだからこれ発動したらバフデバフ時間延長の恩恵を多分一番受けるやつ、これがこのヘイストが
これが例えば2倍で40秒間ヘイスト状態だったらめちゃめちゃ強いと思うし、ダンジョンランキングこれで結構変わってくんじゃねえかっていう気さえしてくんだけど、うん、まあとはいってもやっぱ 20% のところがでかいよね。5回に1回だから運ゲーが過ぎる。だから高難度とかで使おう、ヘイスト目的でなんか使おうって思うと、まあ例えばね、その今こう召喚獣とかイフリート&バハムートとかの1回だけ勝てればとりあえず OK、 1回だけ勝てればもうあの召喚獣ストリームが解放されるみたいな場面であればかなり強いと思う。ただ 20% 引くだけの運ゲーでリタマレを繰り返すだけで一応発動までは持っていけると思うから、そう考えれば強いのかもしれないけど、通常日常的に使うっていう意味、日常的になんかヘイスト目的で使うのは違うかなと思ってて、あくまでまあこの武器は魔鋼バフで考えて、たまたまこの 20% でヘイスト発動したらラッキーみたいな、そんな感じの印象かな。あとはその単純に魔鋼バフとして考えるのであれば、他のさっき紹介したバレットとか、あとエアリスとかユフィみたいなキャラと差別化しないといけない。魔鋼バフだったら他のキャラでもできるんだから、で他のキャラと同じことしてるんだったら、じゃあ別に他のキャラでよくねってなっちゃうので、このケット氏でしかできないことを考えると自然に、うん、一番しかも実用性が高くて差別化できるポイントで言うと、さっきもあのティファの項目でも言ったけど、水デバフができるんだよね。グリーンメガホン装備すればそれってユフィじゃできないんだよね。ユフィだと炎属性、霊属性、雷属性、耐性ダウンできるけど水耐性ダウンできないからって考えると、この組み合わせ、グリーンメガホン、フロアベース持たせてティファの相方をさせるのがベストってことになってくる。なんでティファを運用したいのであればケットシーも必要になってくる、必然的にって感じかな。一応だからこれが多分一番現実的な使い方で、 20% の確率でティファにヘイストがかかればラッキーだねっていう感じだから、今後のまあティファ運用する上ではケットシーも一緒に使ってあげてねってことです。はい、まあ 20% 確率でヘイストか、まあでも今後ねまた別の武器で単純にこの魔鋼バフとか なくして単純にヘイスト単品の武器出てくるかもしれないね。確率とか関係なく確実にヘイスト付与できるやつ、それが出てきたらまたちょっと話変わってくるかもしれないね。はい、であとライズアビの話、ライズアビがこれはまあ抜群に強えわ、これは文句なしに強えわ。魔法アップと魔法アビリクアップ、これはね現状の魔法界においては非常に重要なライズアビになってるね。現状まあさっきから言ってる通り、魔法武器少ないイコール魔法系のライズアビも少ないってことだから、つまりなのでこのは非常に助かる。しかも魔鋼アップのポイント超高いね、62ポイントもあるから、サブ武器で装備しても31ポイントだからね。サブ武器これ1個で装備しても31ポイントってことはレベル4が発動するってことだからね。であと31ポイントがあと4ポイントなんか武器で盛るだけでもレベル5が発動するからね。って考えるとめちゃめちゃ強い。であともちろん魔法アビリクアップも現状かなり希少なものになってるから、まあ、これも39ポイント稼げるの非常に大きいですね。汎用性が高い、何の属性、今後また、雷魔法でも炎魔法、風魔法でも何でもいいけど、そういった新しい魔法の武器が出るたびにサブ武器としてじゃあフラワーベース装備させようみたいな、ケットシー使わなくてもサブ武器として運用することがずっとできるんで、もう腐らないねこの組み合わせは。まあそれはもうあの他の武器、物理の武器が証明してるんで、最初からもう実このゲームが始まった時から存在してるエネミーランチャーとかが未だに最前線で活躍してることを考えると、まあこのフラワーベースも、まあ、今後もずっと使える、まあいい武器になるんじゃないかなというところで、いずれはこのアビ目的じゃなくてライズアビ目的で貫突させると思う。結局貫突目指したい、これはライズアビ、ケットシー仮に使わなかったとしてもそんな感じの武器だね。はい、であとサポートマテリアはもう、うん、平凡これでなんかバフデバフ時間延長とか
あのケアル全体化とかそういったのについてはまた話結構変わったかなと思うんだけど、まあ平凡だね、何の特徴もないんで、まあメインはやっぱライズアビと、あとアビリティの部分かなっていうところです。はい。なんで、ティファの運用を考えてる人はぜひゲットしてほしいなと思います。はい。で、あとまだこっから長いんだけど、こっから多分あと10分喋ると思うんだけど、これね、ここの評価どうするかなんだけど、ケットシーのパーティージャケット、まずバフデバフ時間延長、まあこれはいいよね。ケットシーのキャラ全体としての性能がバフデバッファーだから、まあ、非常に、あとさっきの、今回の武器とも相性がいい。バフデバフ、これ装備させるだけで効果時間 40% 延長だから、ヘイストも、20秒からさらに伸びてくれるので、非常にまあ相性はいい。まあこれはいいよね。で、問題こっちね、クリティカル威力の奥義。これがクリティカルダメージプラス 50% っていう効果なんですよ。で、今まで僕の動画でクリティカルとかの話多分一切してこなかったと思うんですけど、まあ特にする必要がなかったからしなかったんだけど、このクリダメ 50% アップってどういう効果なのっていうと、そもそもクリティカル率とクリティカル発生した時のダメージってそこから話す必要が出てくると思うんですよね。まず何もバフとかしてない状態のクリティカルのダメージって 1.5 倍なんだよね。つまり 150%基本値で。基本値が 150% で、で、クリティカルダメージプラス 50% っていうのは、そこの基本値に加算される仕組みになっているので、これは何のクリダメアップ、これに限らずね、クリダメアップって書いてあったら、クリティカル時のダメージプラス 50% って書いてあったらそういうこと。なので、さっき言って 150% プラス 50% で 200% になるってこと。つまり2倍だね、ダメージが。クリティカル発生した時に。で、このダメージ2倍になるって聞くとパッと見強そうだよね。めちゃめちゃ強いよね。でも考えてほしいのは、これがあくまでクリティカルが発生した時にしか2倍にならないよってこと。つまりクリティカル率が非常に重要になってるんですよ。で、そのクリティカル率って通常の属性武器だとついてないんです。何についてるかっていうと、無属性武器、まあ、この間のティファのガイドグローブとか、あとザックスのこの間強いねって話で、この神羅軍儀礼剣とか、これにこういった無属性武器にクリティカル率括弧 10% って表記があるよね。こういったものしかクリティカル率発動しないので、そうってことで、クリ率 10% で、クリティカル率 10% ってことは、つまり10回攻撃した時のそのうち1回だけダメージが2倍になるよっていうことなのね。だからダメージ、なんか例えば基礎値が1000のダメージ10回与えたとする。そのうちの10回中1回が2倍になって2000のダメージになるよっていうと、ダメージ、総合10回のダメージが、1万だよね。1000のダメージ10回。1万から、2倍になるから、1万1000になるわけだ。ここまで大丈夫だよね。1万1000になるわけ。ってなると、クリティカル率 10% でクリダメアップ 20%、あ、じゃあ、200% の時のダメージの期待値って 1.1 倍ってことなんだよね。つまり。大丈夫ここまで大丈夫。1.1 倍になるっていうことなので、雑に計算するとね、バトル通しての火力が 1.1 倍くらいになるよっていう期待値。で、それはあくまでさっきのザックスの神羅軍儀礼剣の話がクリ率 10% だから 1.1 倍の期待値になるよっていう話なんだけど、ケットシーの場合だとクリ率がね、他のキャラよりも高いんだよね。まあ、これ多分原作準拠の、性能のことなんだと思うんだけど、例えば、この突撃ラッパーなんか見ると、敵全体の 350% の無属性物理ダメージかっこクリ率 20% っていう風になってるよね。で、この場合だとさっき言った、期待値 1.1 倍、 10% だったら 1.1 倍って話しました。で、これが 20% だと 1.2 倍になるわけ、期待値が。ってこと。うん。なんで、クリダメ 50% ぐらいだと 1.2 倍の期待値だから、結局武器次第っていうことになってくると思う。もちろんあくまでこれ期待値なので、クリティカル率が、クリティカルがそもそも全然出ないバトルもあったりするし、めちゃめちゃ出まくるみたいな、確率的に上振れするとか下振れするみたいなこともあるから、まあ、あくまで期待値だと思っていただければいいと思うんだけど、
って考えると、なんともってとこはあるよね。ちなみに無属性の、攻撃で確実性のあるウェア、ティファのウェアとかあったよね。あれが物理アビリティの極意。私のティファどこかな、私のティファどこ行ったかな。やべ、こういう時にすぐ出てこねえ。いた。ティファのこの間のウエスタンガイド、この物理アビリティの極意、これが物理アビリのダメージプラス 15% なんだよね。だから結構運営さんいいとこついてきてると思うよ。クリダメ 50% アップは、さっき言った通りね、期待値が 20% であれば 1.2 っていうことになってくるから、だいぶいいとこついてる、だいぶいいとこついてるなと思う。ちなみにそう、ケットシーの無属性運用で使う上で、まあ、重要になってくるのがウィッシュリストか、ややこしいな。これなんだよ。イエローメガホン。今回、配布武器で、一番最初に配布武器でもらってると思うんだけど、これがね、ケットシーがぶっ壊れる可能性を秘めてる武器。敵単体 700% の無属性物理ダメージで、クリティカル率が 30%。さらに、クリティカル時ダメージ3倍っていう風になってんだよね。これがね、結構可能性秘めてる。ATB5 だけど、ザックスの儀礼剣と同じだね。これすごく確率秘めてて、可能性秘めてて、これが、さっきのウェアと組み合わせると、クリティカル時のダメージが 700×2 で 1400% になるっていうことだよね。で、さらに、ここからクリティカル時のダメージが3倍になるっていう表記になってんだよ。そう。だから、1400×3 で、4200% のダメージになるってこと。倍率的に。これだけ見ると結構えぐいよね。ティファのガイドグローブの3倍以上のダメージってことだから、倍率的には。で、まあダメージ期待値で見ると、このクリティカルとかをね、ダメージの期待値で計算すると、だいたい 1.3 倍に多分 2.5 倍が乗算されるので、910%×2.5 の 2275% がバトル通しての倍率のダメージ期待値ってことになってくるのかな。だから 1300% のティファとか 1400% のザックスよりまあ強いって言える。強いけど、ただまあ倍率的にはね、 4200% とか 2275% とか突拍子もないめちゃくちゃ強いように感じるけど、重要なのはやっぱライズアビなんだよね。ケットシーは今の現状存在してる武器の中で物理アビリティ力アップがゼロなんだよね。存在しないので、ちょっとねその辺盛りにくいんですよ。ティファとかと比べると、ティファめちゃくちゃ盛りやすかったけど、あのサラマンダークローとか、あとガイドグローブにもついてるからね、めっちゃ盛りやすくて火力出しやすかったんだけど、ケットシーの場合だと今はそれが存在しないので、このイエローメガホンも攻撃アップとアビリ力アップ止まりってことになってるから、今後に期待だね。ケットシーが仮に今後、あのガイドグローブみたいなタイプのなんか武器が出てきたら、それをサブ武器って、アビ武器、まあどっちもメイン武器でもどっちもいいけど、装備した時点で非常に凶悪になってくる。物理アビリティ力アッププラス62ポイントみたいなまあ48ポイントでもいいけど、62とか48ぐらいの武器が出たら一気にこれ多分ぶっ壊れると思うんだよね。ザックスとかティファを軽々と超えてくると思うので、まあ ATB5 もネックだけどね。 ATB4 とか ATB5 の換算はしてないけど、まあ、ATB4 換算したらもっとあのダメージ期待値下がっちゃうけどね、下がっちゃうけど、まあこれ相当ロマン溢れてるなって思う。今回のウェアとこのイエローメガホンの組み合わせ、ガチガチに組んだら結構強い可能性も出てくるかなって思うんですよ。まあ、ロマンだね。本当にロマンだね。今後、マジで今後のケットシーの、そのさっき言った物理アビリティ力アップとか、物理系のライズアビ次第だね。それによっては結構いい線いくかもねっていう感じがしてます。はい。で、まあ、だいぶね、まあ、話がクリティカル率の話で逸れちゃったかなと思うんですが、じゃあ、ウェアとして結局これどうなのって話なんだよね。話戻すと。これ、ウェアとしてどうなのかっていうと、バフデバフ時間延長の時点で、ケットシーの主な役割が、その、バフデバッファーっていうことになってるから、
もうその時点で取る価値全然あると思う。今後ケットシーをなんか使っていきたい、ティファの相方としても雇いたいっていうんだったら、このウェアは絶対取った方がいいと思う。で、あとは、まあ、ガチ勢向きだよね、さっきのクリティカル威力の話は。なんかガチ勢が今後なんか新しい武器出た時に、なんかね、急にケットシーぶっ壊れた、あ、でもあの時ウェア取ってなかったっていうと結構後悔すると思うので、ガチ勢の方、あるいはケットシーをそのままバフレバッファーとして使っていきたいっていう人は取ってもいいと思いますね。結構取る価値あるかなと思います。はい。あと、まあ単純に ケットシーの今の現状のあのウェア自体が、初期のものと、あと、あ、そっか、交換所に今回追加されてんのか、まだ見てなかったけど、交換所のウェアの多分3つしか存在していないはずなので、あ、これだね。 HP アップと仏像アップだ。なんで、まあ取る価値全然あるわ、ガチャのやつ。うん、これやっぱバフデバフ時間延長の方が重要。まあこれも結構高難度で全然使っていけそうなライザービセットにはなってるけど、まあ使い分けっちゃ使い分けだけど、まあさっきのヘイストとかの時間もね、延長されることを考えたら全然強ウェアかなと思うんで、はい。ということで、ぜひね、あのガチでケットシーガチで使っていきたい人は狙っていきましょう。はい、ということで長々と語ってきましたが、まとめ、新ガチャ引くべきか。今回のティファに関しては、まず単体水魔法の武器自体がもうユニークに、かつ物理と比較しても最強の武器になります。まあ、これグレンにぶっこバフかけなかったことが前提になりますけど、で、まあ、相方問題あるよね。グレンだったらあのクラウドとか、それからルティアとか、まあ、その他ぶっこバフとかね、そういったキャラいろいろいるけど、じゃあティファの場合ってどうなのって考えたとき、実はいるんですよね。ここも多分まあ運営さんもそれを考えてるんだと思うんだけど、相方はね、グリーンメガホンと、あと今回の新しいケットシーンのフラワーベースを持たせた状態、これで魔鋼バフと水属性デバフができます。大デバフまでできるんで非常に、あ、そっか、グレーにはよく考えたら、あれだ、ザックスのブラックウィスカーのザックスがいたわみたいな相方いますけど、ティファにはケットシーがいるっていうことになるんで、結局ティファをうまく使いたいのであれば、ケットシーもセットで引く必要があるよっていう感じのセット、結構いい感じのガチャなんてね、そういう意味ではね。はい。ただ短所は一応まああって、グレンの全体仏鋼バフとは相性が悪い、お互いね。せっかく、味方全体にかかるのにティファと一緒に使ってもティファに仏鋼バフかけても意味ないしみたいなところも出てくるんで、まあそこはもう完全に相方グレンではなく、あくまでケットシーをまあ相方にするっていうところがポイントになってくるかなと思います。はい。まあ単純にその水属性武器で考えてもめちゃくちゃ強いから、引く価値全然ありかなと思います。で、ケットシーについては、うん、まあ単純に魔鋼バフとして考えた方がいいかな。ヘイストめちゃくちゃ強いんだけど、 20% の確率っていうのがかなりネックですね。これはまあ日常的に使うのであれば、日常的に使ってヘイスト目当てで使うものではないね。少なくともガチ勢がなんかダンジョンランキングとか、まあ、あるいは1回だけ勝てばいいようなコンテンツ、バトルタワーにせよ、あとイフリ、まあ召喚獣か、イフリート&バハムートは炎属性じゃ、あ、氷属性、霊属性弱点だから使わないけど、まあ、今後の高難度で、まあ、またね、ラム&バハムートとか来た時に、とりあえずとにかく1回だけ勝てばいい、だから 20% のヘイストの運ゲーします、リタマラしますっていう場合だったらかなり強いと思うけど、日常的に使うにはちょっと微妙なのかなっていうところで、まあさっき言った通り魔鋼バフプラスグリーンメガホンで水デバフで、他のねバレットとかエアリスとかユフィの差別化もできるんで、それでってことになってくるかな。だからまああくまでティファメイン、ティファの水魔法武器使いたい、じゃあ相方としてケットシー取るかっていう感じ。普通に今の現状で言うと、物理で、まあ、ハーフアニバーサリーのグレン、それからさっき言ったザックスのブラックウィスカーを持ったザックスで、もう今もう水物理っていうか水属性はそれで全然いけちゃうので、困ってないので別にそれでってことを考えると、うん、まああえてそのティファを使っていくのであればケットシーも必須になってくるかなと思いますね。はい。ということで、まあ最後のこれ結局引くべきかっていうのは、現状の物理編成で満足してるんだったら、これ全部スルーしても全然 OK。 別にティファも
ヘッドシーもいりません。物理で何とでもなる。で、今後の魔法時代を考えるのであれば、例えば物理耐性の水属性弱点みたいな敵を考えるのであれば、ティファはウェアまで取った方がいい。で、ケットシーのウェアはさっきね、長々と喋ったところなんですけど、まあ、壊れる可能性を秘めているので、まあ、ガチ勢の方とか、あとケットシーの、まあ、今後バフデバッファーとして使っていきたいって考えてる人は取ってもいいかもねっていう感じ。はい。まあ、無課金とかの方は、うん、まあ、ケットシーまでは取らなくてもいいかなとは思ってますね。一応。はい。そんな感じでしょうか。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。